ユージン・オーマンディ、ユージン・オーマンディ、オルマーン・ディ・エネー、ユージーン・オーマンディ、オーマンディ・ジェノ、1899年11月18日から1985年3月12日は、ハンガリー出身のユダヤ系アメリカ人指揮者、本名、ブラウエネー、ブラウジェノ。ブタペストに、ユダヤ人の血を引く家庭に生まれる。幼年時代から、バイオリンの才能を表す。 1905年に、ブダペスト王立音楽院に入学。1908年から名バイオリニストイエネーフバイ、フーバイとも、瞑想者、ヨーゼフヨアヒムの弟子に、師事、17年に、バイオリン教授の資格を得て、音楽院卒業後、バイオリニストとして、本格的な演奏活動を開始。19年には、師の公認として、王立音楽院バイオリン歌手人教授に就任する。 しかし21年、アメリカ演奏旅行の際、一説ではマネージャーに騙されたとも言われ、無一文で見知らぬ土地に放り出される苦難に見舞われる。糧を得るために1921年、ニューヨークキャピトル劇場オーケストラのバイオリン奏者となるが、腕を買われて同年中にコンサートマスターに就任。1923年から数年間にわたり、バイオリニストとして、 いくらかの独創録音を行っている。1924年9月、指揮者が急病で倒れてしまい、代役として、キャピトル劇場オーケストラを指揮することになって、指揮者デビュー。以後、指揮者に転校し、26年に、キャピトル劇場準指揮者。27年には、アメリカ国籍を取得。また同年から、キャピトル劇場を離れて、 CBS ラジオの放送コンサート指揮者になる。1931年、病気のトスカニーニの代役として、フィラデルフィア還元楽団定期公演を指揮。この大演を成功させて、評判を高め、同年、ミネアポリス公共楽団、現、ミネソタ還元楽団の常任指揮者就任。36年、レオポルド・ストコフスキーと共に、フィラデルフィア還元楽団の共同指揮者となる。 1938年、ストコフスキーの辞任により、公認として、フィラデルフィア管弦楽団音楽監督に就任。無一文で放り出されたアメリカで有名指揮者になる、というアメリカンドリームをつかむことにな。以後、音楽監督として1980年に、優退するまで42年の長期にわたって在任。公認選定は自ら関わり、リッカルド・ムーティを指名した。 フィラデルフィア館を率いて、ヨーロッパ、ソビエト、中国、オーストラリアなどに演奏旅行を行っており、来日公演を4度、1967年、1972年、1978年、1981年、行った。フィラデルフィア管弦楽団音楽監督を退任した、オーマンディは、同楽団から警官指揮者の称号を贈られ、引き続き同楽団を指揮して、 演奏会、録音を行っていた。また、自らの公認であるムーティの才能に惚れ込み、フィラデルフィア管弦楽団の録音専用ホールの建設に資材を投じた。しかし1985年3月に死去、84年1月のフィラデルフィア管との演奏会が、生涯最後の演奏会となった。オーマンディの指揮するフィラデルフィア管弦楽団の 弦を中心に磨き抜かれたその音色はフィラデルフィアサウンド、オーマンディトーンとして名を馳せ、特に高機ロマン派音楽の演奏に大いなる力を発揮したオーマンディ自身はフィラデルフィアサウンドと呼ばれることに不快感を示し、オーマンディトーンと呼んでくれるように埋めていた。渡米英語の使用言語は英語であったが、ほぼ成人までハプスブルク帝国で育ったこともあり、 晩年までネイティブなドイツ語も話せた。ドイツのテレビ局のインタビューに応じた映像が、現在も DVD、惑星、海の付録でルフしており、その流暢な発音を確認することができる。これ、リ・バッハ、オルガン作品を自ら還元楽版に編曲して、演奏もしているから現代まで幅広いレパートリーを持ち、同時代の作曲家の紹介にも熱心で、ラフマニノフ、 バルトーク、シェーンベルク、バーバー、ブリテン、ショスタコービチ、ベノッティ、ベーベルン、ペンゲレツキなどの作品の世界初演、アメリカ初演を行っている。1978年の来日公演では5種類のプログラムを用意して、ツアーを展開、幅のあるレパートリーを披露している。録音に積極的な指揮者であり、 ミネアポリス時代の1930年代前半から1982年まで膨大な量の録音を行った。フィラデルフィア館で音楽監督に就任後 RCA に本格的な録音を開始、44年コロンビアレコードに移籍。68年に RCA に復帰。晩年には EMI やテラーク、デロスにも録音を残している。バイオリニスト時代も含めると、 アコースティック録音、電気録音、ステレオ録音、デジタル録音を残したという点で、極めて稀な演奏家と言える。オーマンディは若き日に CBS ラジオで放送指揮者を務めたが、その時に時間間隔を体得、その感覚が後の録音の際に大いに役立ったという。68年の RCA 復帰については、それまで契約していたコロンビアに、ニューヨークフィルハーモニック音楽監督の レナード・バーンスタインが迎えられた時、バーンスタインの録音に関しては彼自身に曲目の選択権を与えるという待遇であったため、その余波でオーマンディの自身の録音に関する発言権確保が危惧される状況になったオーマンディとンスタインの希望曲目が仮に重なれば、オーマンディがコロンビア側から曲目変更を求められる可能性があった。その状況の中、RCA が オーマンディにより幅広い曲目選択権を認めるという条を提示し、オーマンディの復帰にこぎつけたと言われている。ただし、RCA 復帰後の録音曲目には、コロンビア時代に録音したものも多く、この条件が従前に履行されたのかどうかは定かではない。公共曲、還元楽曲を積極的に録音したのは、もちろんのこと、競争曲録音でも知られ、 各時代の有名奏者また若手奏者たちと多くの共演版を残している。最後の公式録音も1982年にフィラデルフィカンを率いてヨーヨーマと共演したショスタコービチとカバレフスキーのチェロ競争曲。それぞれ第1番。オーマンディの巧みな伴奏ぶりは高く評価されているが、それがかえって独自の芸術を持たないといった評価を受ける一員ともなっているようである。 日本でのオーマンディロクオンの CD 化の際には、彼のレパートリーの中核に偏る傾向があったが、20世紀、末期21世紀に、日本の BMG ファンハウス、RCA レーベルからまとまった復刻がなされ、オーマンディのレパートリーの幅が以前より広く知られる、ことになった。欧州出身者、ただし式活動は渡米後には珍しく過激の式には、ほとんど興味を示さなかった。 唯一の例外は、コウモリで、1951年に、メトロポリタン歌劇場を振って、ライブ、1月スタジオ12月2つの録音、共に、英語訳詞版を残したほか、自ら編曲を施した、組曲版が存在する。それとは別に序曲は何度も取り上げており、ヨハン・シュトラウスの楽曲は、ハプスブルク帝国に、生まれた、オーマンディならではの得意レパートリーである。 フィラデルフィアを中心に活躍したため客演先は限られたがアメリカのメジャーオーケストラには客演しヨーロッパではウィーンフィルハーモニー管弦楽団やバイエルン放送公共楽団など共演を重ねた。特にウィーンフィルからは古典派の大歌として評価された。またロンドン公共楽団とはドボルザークの公共曲第9番「新世界より」を録音している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。